い、ということで本日2日目、はい、よろしくお願いいたします。昨日飲みすぎたね飲みすぎた顔してる。セグ昨日は飲みすぎましたあ、飲みすぎちゃったんですね。ちなみに何がお好きですか？まあ、ビールから始まって焼酎、はいはい、ワイン、はい、まあ、最後はハイボール。あー、まあ、もうお強そうですよね。じゃあそうでもないですか？あ、そうですか。そういう風におっしゃられる方ほど結構ガーって本当にスピード速いですよ。あ、それ多分強いという。スピードが速い、もうすぐバーって飲んでバーってあ、でも今日ここまでみたいな。そう、あ、じゃあ僕も同じかもしれないですね。あんまり2次会3次会とかってあんまり行かないタイプなんで。あ、そうなの。はい、結構一見で。そうだよね、2次会3次会ってもう、はい、2次会の終わりとか3次会とか来なきゃよかったみたいだもんねあ、そうですね、はい、最初はいいんですけど、行ったばっかりはいいんですけど、途中からね、なんか、はい、中だるみになってきてねそうですね。何の話？何の話でしたっけね今日は、はい、麻婆豆腐。今日は麻婆豆腐、定番ですね。定番、はい、もうなんか早速材料並んでるんですけれども、はい、結構びっくりされる方も多いんじゃないでしょうか、うん、はい、じゃあ早速、はい、よろしくお願いします。まずはこちらが、お豆腐、はい、今日はね、富士山の清流豆腐、これ里の雪さんから出してる、はい、ちょっとパック型の珍しいで。そうですね、あまり見ないですね。この豆腐を使っていきます。それからこれがハニー人、お肉はこちらの仙台牛のヒレ肉ですね。なんかとんでもないお肉ですね。ヒレの5番の、うわやば、これヒレ肉、ヒレ肉を使ったマーボー豆腐、これがネギのみじん切り、はい、これこちらが調味料ですね。これお肉はご家庭でこのお肉って何ですか？あ、いや、もちろん、はい、お肉は豚肉でも牛肉でも合いびきでも、ね、ひき肉になっているものでも大丈夫です。なるほど。今日2丁ね、はい、これタイプ的には何豆腐になりますか？絹ごしになってきますね。ああ、なるほど、はい。でもね、お好みで木綿とかでも全然大丈夫です、はい、うん、特殊なね、パックに入ってる。へえ、いやでも初めて見ました、ね、はい、豆腐なんですけど。へえ、冷蔵庫で、はい、何日持つと思いますか？じゃあ10日。10日、はい、2週間2週間、 2週間。これなんと、はい、180日、半年ですか？そう、すごいな。冷蔵庫の半年持つんです。この特殊な、ね、フィルムで中が加工してあって、このパックの中に大豆とお水とにがりを入れてそのままこう固めるので、開けた時がもう出来たての味なんです。あー、そうい、あ、なるほどなるほど。すごい、こんなあるんですね、お豆腐。食べてみて。あ、ありがとうございます。じゃ、いただきます。うん、いいでしょ、おいしいです。すごいおいしい、はい、風味もすごい豊かですね。今日この豆腐を使っていきます、ね、はい。この豆腐は、うん、東京の方ではスーパーとかでも手に入る？あ、入りますよ、全然。全国であるの？あ、そうなんですね。里の湯、はい、それからお肉、はい、いや、お肉がすごいなこの筋のとこだけね、はい、大きめにこう切っていきます。あ、なるほど。本当にゴロゴロとした、ゴロゴロとしてますね。3分の1ぐらいゴロゴロ感残して、はい、あとこっちはもうさらに細かくしていきます。あ、ここちょっとポイントですね、うん、同じお肉だけど食感も生かしてますね。食感をね、生かせて。じゃあ例えばご家庭だったらひき肉とちょっとブロックを、うん、あ、そうです、もちろんそれいいです。あ、ひき肉用意してもらって、はい、まあ、お好みのね、肩ロースとかでもいいですし、はい、まあ、ちょっと奮発してね、サーロインとかでもいいですね。こんな感じで切っていきます、はい、とんでもないお肉だねまずこれで肉味噌を作っていきます、はい、昨日と同じようによく熱して、はいはい、油を回して、油流して、はい、
はい。塩を入れた理由としては、塩を入れると、はい、ボイルした時に、はい、豆腐から余分な水分が出て、あ、味の染み込みがね良くなる。あ、なるほど。豆腐をしっかり湯がいていく。はい。これはね、しっかり豆腐の芯まで火を入れて。はい。これで豆腐の味の最高点に持ってくるんですよ、これ。あ、湯豆腐の状態です。これ芯までこう火が通ると、はい、甘みがぐっと出てくるので、そこまでその豆腐の美味しさを引き上げてたんです。はい、すごい重要ポイントですね。どうしてもね、味付けの中で豆腐入れてしまうと、はい、うまさがこう上がる前に出来上がっちゃうので。はい、ちょっと作ってくれてきて、中まで熱々の状態です。ああ、これが大事なんですね。うん、こうすると豆腐の旨味が全部、はい、ここで湯豆腐状態で、はい、この美味しい豆腐が出てきます。まあ、冷たいと、はい、豆腐の味が、まあ、冷たくても、もちろん美味しいんですけど、はい、冷ややっことか、熱を加えてあげるとさらに、ね、熱を加えた美味しさが出てくるので、はい、そしたらこれ豆板醤、はい、こちらね2種類入れてるんですけど、はい、まあ、2種類ない場合は1種類でも構いません。あ、はい、タイプの違う豆板醤、はい、香りが強いのと、はい、塩味があるので、しっかりと炒めます。香りも一つの、味付けも一つなんですよ。この香りがない料理は、はい、炒めるんですね。それからこれが豆チージャンですね、はい。はい、はい、それから先ほどの肉味噌、はい、入れたら先ほどの、はい、
出してくる。で少し弱火で煮込んで、はい、煮込んでいきますね。はい。ここで味を見ます。はい。おいしい。決まってます。このぐらい、まあ、1分ぐらいからですね。はい。煮込みだけど、そんなに何時間も煮込むわけでもなくて。そして、はい、これがネギのみじん切り。はい。ネギもね、あの中国料理はもう本当調味料の一つなんですね。ああ、よく登場しますよね。うん、これがないとやっぱりね、はい、味付けに締まりがなくなってくる。これは葉ニンニク。はい。なければ青ネギとかでも大丈夫です。はい。ラケギとかね、青のでも大丈夫です。なるほど。ちょっと一度火を止めて。はい。水溶きの片栗粉ですね。はい、ありがとうございます。すっごい香り。香りがね、いいですね。はい、香りすごい美味しそう。やっぱ器のこう、すごいいいですね。しっかり温めて。はい。やる気が出ますよね。いや、はい、そうですね、はい。やる気が。今これをね、熱々を今味見してもらおうかな。はい。ありがとうございます。だいぶ熱々ですね。いただきます。シェフだから多分大丈夫だ。いただきます。ご飯が美味しくなるんですね。大変な仕事だね。いやでもね、めちゃめちゃ美味しい。本当にちょっと暑かったですけど、めちゃめちゃ美味しい。すごい香りと、もう全部ふわっと広がる感じです。ちょっと衝撃的。これに、はい、今この後ね、山椒を入れます。はい。まだすごいね。これに山椒入れるとまたね、さっき今召し上がっていただいたのと、はい、またガラッと雰囲気が変わる。変わりな。いただきます。はい、あ、もう香りすごい香りだ。うん。これリアル、リアル。すごい美味しい。めちゃめちゃ美味しい。めちゃめちゃ美味しい。めちゃめちゃ熱いけど、すごいですね、香りが本当に。
初めから山椒入れるのと、はい、食べるときに、ね、ちょっとそうです、ね、お好みに入れるといや全然雰囲気が変わります、うん、はい、このねすごい口の中が、うんうん、もうしびれてきたし、あ、そう、はい、そんな感じです、はい、はい、2日目は麻婆豆腐の作り方教わりまと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 で、はい、まだお酒抜けてないんだよ。いやいやいや、とんでもないです、とんでもないです、はい、じゃあそのままいきますか。もう勝っちゃうし、はい、はい、基本的にお店の方はもうコースのみで、あ、そうですね、そうですね、コースのみで、で、じゃあ食べたい時は冬場の方がいいんですかね。冬場、それから、まあ、あのシーズンによって、はい、やるときやらないときが、あのその時その時があるので、まあ、もしあれでしたらお電話いただいて、この麻婆豆腐があるときとか、今どんなメニューですかとか、なんかそういうのを、お電話いただいても、あ、なるほど、はい、ありがとうございます。リクエストで、はい、この入れてもらえれば、メッセージとか入れてもらえれば、あ、予約のときに、あ、出すようにします。あ、そうなんですね、はい、ありがとうございます。いやでも ぜひぜひ本物の麻婆豆腐ちょっと一度味わっていただきたいと思います。2日目もシェフありがとうございました。ありがとうございました。明日がいよいよ3日目ということになるんですけれども、はい、まあ1日でやってるんですけどね。それ言っちゃうの。言っちゃいます。3日目は、3日目の感じでやってたの。2日目の感じでやってたの。ありがとうございます。で3日目は明日は、何、どんな動画になりますか。明日はうちのね、はい、2号店で出してる火鍋です。あ、これも楽しみですね、はい、火鍋のね、このテイクアウトもあるんで。あ、そうなんですね。そのテイクアウトのセットを、はい、まあ、自宅で食べてるような雰囲気で、あ、実際にそれを作りながら、はい、ちょっと一緒にドッグしながら、はい、あ、楽しみです、はい、食べましょう、はい、よろしくお願いします、します。じゃあ明日の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。緊張しちゃうんだよな、なんでだろう。考えすぎだ。考えすぎなんですか。取りくださいって言った方が。あ、いいんですけど。僕は。